第27回女装。曹操は遠州陳留軍で12,000の精鋭を養っていた。国山で賊が暴れ始めた。隣の東軍だが、国山の賊は黄巾族の残党と名乗り、動くたびに数を増やしてたちまち100,000を超えた。略奪がむごかった。東軍の大衆王光から曹操猛徳に援軍の要請が来た。下降と東軍へ遠兵に赴こうと思う。賊とは100,000、どうだ？勝てます。牧羊城を囲む賊は打ち払えます。殿は東軍を任されることになりましょう。明朝進発する。ここへはもう戻らん。はあ。曹操は牧羊城の手前二里のところに布陣した。東軍の大衆王光はすでに逃亡していた。置き去りにされた兵が500、600と集まってきて、曹操軍は15,000になっていた。下降と牧羊城の西一里のところに陣を構える賊がまとまっていて、軍旗もしっかりしている。大将は白城。東軍中に散らばった他の賊とは違うようです。白城を叩く。それでこの反乱は片付く。御意。夜明け前、曹操の騎馬隊3,000は音もなく進発した。馬にはわらじを履かせ口を縛っている。兵たちはバイという気切れを加えて声を殺している。濃い闇の中を五個の者の案内で人知れず敵陣へ迫っていく。前方に火が見えてきた。夜明けが間もない。バイを捨てろ、すっ込め。賊の全軍が回走した。騎馬で蹴散らす。二里は追い散らした。下がるいるいと転がり、原野は赤く染まった。3日で東軍から賊の姿は消えた。王侯の本営のあったところに宋の字の旗が翻った。遠州から使者が来た。東軍大衆に任ず。偉そうに。遠州ごときに任じられなくても、殿はすでに東軍の大衆だ。遠州は力を誇示したいだけだ。まああの男、名門の利を生かして紀州から兵州遠州の一部を自分のものにしてしまったからな。兵も150,000に達したろ。名門らしく汚いことを企んでいるのかも。かもな。遠州のところからもう一人やってきた。使者ではなかった。順位行く。おお、知っておる。かつては王室の優れた文官であったな。宦官の上司に立てついて冷や飯を食わされておったが。はい、その純育でございます。今は遠州殿のところにおったか。それで私に何の用だ？はい、曹操様にぜひ私を拾っていただきたく参上いたしました。遠州殿の元を離れるというのか？遠州は名門であることを鼻にかけすぎます。兵を集めても乱世を勝ち抜くほどの才はないと見ました。遠州を見限ったか？
この乱世を。お前ほどの男だ。顔。は。東軍の民政を任せる。一月で私の思っている姿にしてみろ。ありがとうございます。殿が東軍からの遠兵の要請を受けられたのは、やはり天下の形勢を判断されたからなのでしょうか。いや、ただ東軍を拠点にしたいと思った。足元を見ただけだ。それは天下への足場としてということでございますか。何を試そうとしている。私はまだ将軍たちの一人に過ぎぬぞ。星の数ほどいる将軍たちのな。私を小賢しい奴とお思いですか。東軍の民政を立て直すのが先だ。もう一つだけ。人は自分の足元ばかり見てはいないはず。殿の目は遠州に向いているのですか。東だ。西州ですか。順位く、今日は許したが、私はあれこれ聞かれるのは好きではない。お前も自分の足元を見て、早く東軍の民政を立て直せ。はは。傭兵軍の東部用に置いた清張で、純一は民政に着手した。東軍の民政は一月でうまく動き始めた。まもなく曹操は15,000の兵を率い、屯丘へ向かった。国山の賊の残党がまた暴れ始めたためだった。だがすぐに純一から使者が送られてきた。東部用が賊軍に囲まれたというのだ。ならば我が軍は国山へ向かう。東部用の純一を助けないのですか。純一はしのぎきるだろう。賊軍は40,000ですぞ。純一の兵力はわずか50,000。籠城だ。耐えられる。しかし書こうと民政に純一を入れ込ませたのはなぜだと思う。戦では民は力にはなりません。民の力を侮るな。ではどうあっても国山へ。賊は本拠地の国山を攻められるのだぞ。浮き足立つであろうが、それでも東部用を攻め続けるほど腹の据わった頭目などおらんわ。もしいたら。その時は純一に死んでもらう。純一もそのことは分かっているはずだ。国山へ行く。曹操は軍を西へ向け国山を目指した。山の背後に2000の兵を回して攻めに入った。曹操は全軍を正面にぶつけ防御の柵を突破した。2000は切り殺した。降伏した3000に砦を徹底的に破壊させた。東部用からまた使者が届いた。本拠地の危機を知った賊とは包囲を解いて国山へ向かったという。純一、もう少し待てよ。曹操は兵を捨てて国山へ戻ってきた賊を斜面の上から一気に攻め下ろした。20,000の賊ひとたまりもなく死散した。東部用へ帰るぞ。純一、よくやった。殿が試されていると思って必死でした。民政に力を入れてよかったろう。はい。民は我らに協力して
当軍の兵糧はおおむねこちらに集まりました。それでもまだ兵糧を集めているようだな。今賊徒が遠州で略奪したものを収めています。当軍のためには先に供出した半分は返しています。それはよい。だがそれでも我が軍2万の兵の10年分の兵糧が集まったと見たぞ。じきに清州で費やしてしまいましょう。清州が緊張していた。いよいよ賭けが始まる。